おはようございます。我がんせの影山やんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、先日ですね、えー、私の店のお客様にですね、えー、吉野家、牛丼の吉野家ありますよね、牛丼の吉野家の株主優待券をいただきました。で、あのー、非常にね、こう、このお客さんありがたい。あのー 以前も、ね、こうマクドナルドの、ねえー、株主優待券をいただいたんですけど、今回、ね、吉野家の、ね、株主優待券をいただきましたで、えー。そのお客様はもうあまり吉野家行かないんでっていうことでそのいただいたんですね。それもね、その冊子っていうかその300円の、えー、金券ですよね、えー。吉野家で使える300円の金券を、 が10枚こう束ねねてあるやつです、ね、ですだから3,000分ですね、えー、3,000分のその、えー、株主優待券をいただきました。もう非常にありがたいというか、うん、本当に何,何かお返ししなあかんなぁとちょっとこう思っててどうしようかなってちょっと考えてるんでそのお客様も結構その。 いろんなことをこうされてる方でその方をこう満足させるようなその何かこうお返しっていうのが僕の中で正直思いつかなくてですねこう迷ってるというかどうしたらいいんかなと思ってるんですがうーんまあちょっと何かこういいものが思いついたらどっかでこうお返し何かね、えー、お返しはしたいとは思いますけどもうーんねあの そのプレゼントというかそういうお返しの押し付けになるとね押し付けてこう渡してえ無理やりありがとうとこう言ってもらえる状態になってしまってはいけないんでねやっぱある程度そのもらってこう嬉しいものというかそういうものをこう渡したいんですけども正直こう僕のこう知ってる範囲内でね何かこう思いつくものがこうなくてですねそういう。 そういう株主になっていう体験をこう繰りはるような人をこう喜ばせるようなものっちゅのが思いつかないな情けない話ですけどちょっと思いつかなくてですね今迷ってるところではあるというところなんですけども。でえーそのね 金券なんですけども、早速ね、こう、使わせていただきました。で、家族に何が、吉野家のメニューの中で何が食べたいみたいなことをこう、話して、こう、いろいろ種類をね、持ち帰りの種類をこう言ってて、普通に最初いただいた時に買うのは、その牛丼ね、並の牛丼を買おうかなとか思って、それを何回かに分けて、こう、3000円分使おうかなと思ってたんですけども、ええー、まあ、 家族に聞くとですね、その牛カルビ皿、だから丼やとそのご飯がついてますよね。で、ご飯は自分の家で炊けばいいということで、その皿盛りですね、そのお肉だけのやつですね。で、牛カルビがいいって言ったんで、牛カルビ。で、僕は塩、ネギ塩カルビかな、なんかそういうあのものにしてですね。で えー、もう一気にねこうその時の昼ご飯と晩ご飯をその吉野家のこう日食に染めようと思って3000円分買ったんですねでえー、っと何でしたっけその牛カルビが500円ぐらいなのかなそのご飯なし皿だけのやつねでねでそれを4つとですねそれと牛丼のね4人分の 牛丼の上の上やつ牛皿っていうのがあって4人分のやつで,で,で全体でこう、えー、買ったらですね、えー、レジに行ったら2,999円ということで、えー「お釣り出ないですけどいいですか?」ってこうあの店員さん言って。 丁寧に言っていただいたんですけどあのお釣り言ってもだから3000円分渡して2999円で1円なんですねでもちろんいいですということで、あのー、金券使わせていただいてほんで、えー、買ってきたとほんで、えー、その行く前にねそのもう予約というか、あのー、もうお持ち帰りそのテイクアウトをお願いしますということでその注文しておいたらですねあ えー、まあ世田から来られるんでしたらもう来ていただく間に全部出来上がってますってこう言っていただいたんでですねあの行きましたであのー、びっくりした、まああのー、女性の方2人がこう店員さんでおられたんですけどもどちらのまあちょっとこうリーダー格の人と、えー、まあそれらに仕事も出来張るんでしょうけどもう一人の方とおられてちょっと若めの方と2人おられてですねどちらの方もものすごい接客が良かって僕それがちょっとこう えー、吉野家行って良かったなって思うことなんですね。だから自分が接客業やってるから、その接客がいいっていうだけで、すごく嬉しい気持ちになるんです。あ、もうそういう接客でされるんだということで嬉しいですよね。だから例えばこうこう言うとあれですけど、そのコンビニでね。こうコンビニ行ってですね。その接客が全然あのー。 なななっていいいいととううかか全然良くないというかその本人さんは全然それで普通でそれが悪いともなんとも思ってないと思うんですけどもその程度のレベルのその接客をこうされてるのを見るとですねそのちょっと残念な気持ちになるというかそれを見るのが結構嫌で僕コンビニ行かなくなったんですね。えー、ほんまに行くとしてもなんかこう 銀行のねこう銀行の ATM を使うことぐらいって今はそれももういかないぐらいもう、えー、コンビニによるまあ 何か意図的によることはこれからはあるかもしれないですけども基本的にはもう遠ざけようとその店員さんのその接客態度を見たくないんであのー、コンビニには行かないという形にしてますもちろんいろんな、えー、店員さんおられると思うんでその接客がいい方悪い方いろいろおられると思うんですけども接客が悪い方に当たる場合もあるんでねその確率それを見るだけであのー いいい気分がしないんで僕ははコンビニはちょっとと遠ざけているとで、えー、吉野家さんはどうかなとまあちょっとまあでもそんなにねまあ株主に待もらえてそれをまあ買えばええわということであれやったんですけどもまあ電話した時点でねもうかなりこういい感じやなと思っててで行ったらものすごい接客がよくてですねうわう嬉しいなまたちょっとこう何か機会があったら吉野家で買ってもいいかなって。 って思う感じやったんですよ、ねうん、だからあのー、もちろんその株主優待権の人やからあの接客態度がいいわけじゃないじゃないですかそのどう僕は別に普通に買いに行っても多分接客はいいと思うんでそのやっぱりね僕は食事のもの何でもそうなんですけど接客はかなりこう見ますし見えますしねなんかね。 で見えてくるしでそれに対してこう何か昔はね思うこともあったんですけど今はねうんそこはそこのレベルでやってはるっていうことでこう。 自分を納得させるというかそ,のそういうふうにしてるのと自分がねこうスタッフを雇った時にそのスタッフがそういう態度をとった時に自分がどういう,こう注意をすることができるかなというのをこう頭の中でちょっと考えたりもします。こういういいいいい若若くくてすすごく接客ががいいますけど若いがゆえに あのいい加減の接客をする方もおられますし年、えー、がいってんのにこう接客が悪い方がおられ,おられたりものすごい言い方がおられたりでだいたいその女性は優れてる優れてる女性接客に優れてる女性は、えー、男性優れてる男性よりも優れてるようにちょっと感じることはよくありますまだだから僕はそのすごいそのね高級なその ところに。 行ってないんでその経験があまり少ないほとんどないんで、えー、その辺が難しいですけども、えー、オークホテルとかねこうあってそこへこうわざわざそのコーヒーを飲みに行ったりこうしたりしたんですけどもその時のオークホテルだからいっぱい結構800円900円1000円ぐらいするコーヒーとかねそういうのをこう飲んでみたんですけどもで接客で感じてその一流ホテルのすごいなっていうのを僕は感じられなかったんでやっぱりもっともっとね こういろんなそういうレベルの高いところにもちょっといっコーヒーやったらまあ1,000円ですいませんコーヒーの1,000円は高いけどその接客がいろいろ見れたらそれはそれでこうプラスになるかなと思うんでうんちょっとまたね、えー、リッツ・カールトンとかねその辺にもこう行ってみたりとかね、えー、したらまた勉強になるんだろうなとは思ってますけどもね。 とということでね、えー、今日は、えー、吉野家の株主優体験をいただきましたということについてお話しさせていただきました。では今日も吉野でいきましょう。どうもありがとうございます。